車のキーも、家の鍵も全部あるから、どこも行けなくてや。ちょっと、家に来る申し訳ない。夜中にごめんな。みんな、寝ちょうだよ。ごめんごめん。助かった、助かった。ちょっと、入れてくれる。ちょっとだいぶ侍の気象だからな。いや、申し訳ない。どうしたのって。ちょっと入れてくれるから、ちょっと。入れて。そこにも財布も携帯も家の鍵もあと車のキーもね入れちゃうからもうどこにも入れなくてここで一晩過ごしたもうまだ寝ちょったからなあそこに行ってほんで昨日ねお前らにやカーテンガー閉められる夢見たっちゅうねそうだったんですかバカじゃんそれは散々でしたねポーチなくしはったって言ってたんですけどうん先輩方ポーチ渡しましたまず夜練の時に、あの監督が顔見せに来はるので、はいはい、あ、翔太さんのカバンに入れときます。あ、オッケーオッケねえ、監督は？あ、上にいます。オッケー。よっしゃ、これ大丈夫や。せやな。昨日カーテン閉めたことは夢ってことになってるし、ポーチも道に捨ててきたから、俺らが後輩から預かってることを丸一日忘れたことは、監督にバレることはない。うん。よし。証拠隠滅や。よっしゃ。うん。え、先輩、監督上におるんですよ。うん、上やろ、2階やろ。あ、いや、収納の上っす。上だと分かっちょる先生、家族おんねん嫁が心配してな、メッセージ送ってくんねん返信できへんねん何聞きとるか俺バグっちょるわ再起動再起動しました、8時間ぶりの再起動です8時間新しい着信と新しいメッセージがゼロ件来ていますあるお前らだ自分最近マジで勝てないっすねああそうやなそろそろ勝ちたいっすわまあなでも翔太先輩は3試合で7安打してますもんねうんまあでも正直俺も連敗終わってほしいと思ってんで早く補欠戻りだよねんておはよう。よし。監督、そのままバッティングで大丈夫ですか？なる。終わりました。
Well, ためて、ためて、ためて、ためて。なんやそれ。食べても意味ないや。なるほど。先輩方、今日バス9時出発です。あ、OK。 はい、8時半、はい、8時半に呼びに来てね。8時半ですね。うん、了解です。はい、よろしく。失礼します。失礼します。監督さん、今日バス9時半出発。9時半はい。なんだ、9時過ぎぐらい降りたらいいね。はい、はい、バッチリです。お願いします。はい、失礼しました。はい、お願いします。お願いします。お願いします。よっしゃ。着替えて自主練行こうか。よっしゃ、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 しかもサヤちゃんだちゃってしかもこれじゃあエミリちゃんの俺です。よしフィーズ。おーおー、ショウタ君たちの。いや、そうなんやって、びっくりした。よしよしよしよめっちゃやん。いや、ほんまやで。あれ白井は、まあ、あ、白井なんか、左膝もそう、何してんの。何してんの。なんか、代わりに一人呼ぶって言ってた。あ、そうなんや。でも野球部楽しそうやけど。え、何も楽しくない。マジで終わってんだよ、監督不在で。ほんま楽しくない。ちょっと自分が好きやからさ、全員幸せに。そうそうそう。え、ガチガチガチ。失礼しました、ほんま。あ、失礼様来られました。え、おい、誰や誰や。おい、すいません、お世話になってもちろんね。あ、あ、どうぞ。いや、せっかくの場合で男たちが今ちょっとお仕事でね。はい、じゃあ、始め、あら、皆さんお綺麗で。どうも、どうもどうもどうも。ねえ、どうも飲まれてる？うん。え、てかさ、さっきの続き聞かせてや。あの野球部がさ、おもんなくてサボりまくってる話。サボりまくってるわけないやろ、別に。調子乗んなよ。おい、おい、お前ら。おい。何そんな怖い顔してんの。おい。せっかくの合コンやねんから、お前。その何のこと言うねん。いや、でも、怒りません。よく考えろ、状況的に先生が一番ヤバいからこれ。あ、そう、あ、もう、ま、結婚した、結婚した、ほんまや、結婚した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 、先生、楽しもう。よし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 、よし、ガチャ言うな。じゃあ仕切り直して、乾杯。マジでさ、マジでみんな可愛いよな。え、おー、マジで可愛い。そうそうそう、可愛い、綺麗綺麗。3人もイケイケやん。いいよ、そんなにいいよ、マジで。
ヨリはいつから仲いいのこれ。うん、でもさ、やっぱりさ、野球部ってモテるんじゃん。全然、全然、マジでそんなに。てかさ、でもさ、4人はいつか仲いいの？1年生。最初のクラス、そう、一緒やねん。いいな、それ。それ一番いいやつやね、最初の仲いいって。うん、そうなん。ガチで彼氏もあるの？ないよ。ほんまに？いや、ほんまに怪しい。いや、これ怪しいね。これ怪しい。じゃあさ、どんな人がタイプなの？あ、いいじゃん、いいじゃん。聞いちゃいましょう、聞いちゃいましょう。クイズにしていい？いやいやいや、おもろい、おもろい。じゃあ、はい、私のタイプはどんな人でしょう？はい、どんな人や？はい、ひなくん。たぶんやけど、背高い人好きそう。正解です。おお、ほんまに？え、ちょっと待って。10あるじゃん。10あるじゃん。え、ほっ、え、微妙。ちょっと、ちょっと、はい、ちょっと、どんな人好きそう？あ、もう絶対優しい人が好きそう。うん、わかるよ、絶対そう。あ、優しい人っぽいかも。正解！すげえ！一発やろ？やるな！まあまあまあ、すごい。そんな感じするよね。誰が一番優しい？え、こんなか？こんなか？いや、俺が絶対、お前が違う、お前ら、お前が違う、絶対。日野たちは絶対。全然俺、全然俺、全然俺、マジ俺、全然俺。いけるなら、ちょっとこの中の男で誰が一番タイプか決めて、女の子一人ずつ。それやる。うん。誰が？3人とも優しそう。まあまあ、そうやな。優しそう。そうやな。てかさ、あれしようや。この男の中で誰が一番タイプか。おお、やりたい、やりたい、やりたい。今チームええ感じやで、お前。なる。なんぼチームの邪魔に。お前が邪魔じゃボケ。え、何をさっきからちびってんの？なる。ずっと言おうと思ってたけど、お前なんぼおんねん。なる。タイプの話入ってきた。なる。顔きしょい。なる。今合コンええ感じやん。お前みたいなさ、ジジイもいらん。はっきり言って邪魔。帰る。よし、普通に警察も動くレベルで一緒。なる。先生帰るから。あ、もちろんやけど、ちょっと顔覗きに来ただけやから。あ、全部冗談やで。帰るね、先生。大丈夫ですか？平気平気。分かっちゃうよ、みんなが冗談言ってんのもね。先生も冗談やし、分かっちゃう、こっち。ほな、帰るから。ほな、高校ほんまに参加するわけないやん、先生が。やめてや、お前。行こうか、行こうかって先生帰るわ。ほな、お前、若いもんだけでゆっくりとね、飲みすぎないように気をつけてね。はい、分かって、気をつけて。おしお前ら100点取れ！ゲームセット。お前らの家、試合前の雰囲気見てな。先生こうなるの分かってたよ。嘘つけ！うん。先生分かっちゃったよ。だからな、もう、あえてや。あえて、痛い目見た方がええわ思うて、ノックもなしにして。嘘つけ！この際な。この際その方がええわ思うて。キモすぎ、キモすぎ、キモすぎ。だいたいな、お前ら、相手に対しておごりがあるのよ。お前や！え？舐めちょるんや。言うたら。弱小校や、言うて。お前や！お前ら舐めちょんの。わかんのよ、先生。そういうの。出とるんよ。お前らからそういう空気が。ね、で、そんなことしないよ。しっかりと調べて。ああ、リスペクト持ってやってるよ。ね、相手の、キモすぎ、キモすぎ、キモすぎ。な、相手さんの。なんや。めっちゃ弱々すぎるよ、大学さん。あ、弱が丘ヘボイ大学です。ヘボイさんね。そうそう。ヘボイさんはね、もう10年は指導者が変わってなくて、基礎を徹底した。まあ、いいチームや。そのせいで調べとるから。ね、お前知らんやろそういうの。だから負ける。あかんねお前ら。あ、今日走り込み。バル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 。走り込みやな。
明日。うん、失礼します。うん、すいません、先ほどは試合ありがとうございました。ええ、こちらこそ。改めましてご挨拶させていただきます。今年度より新たに弱ヶ丘ヘボイ大学監督に就任しました浜北です。なる、ふーん、あ、ひっそりと変わってあったんですか。いえ、ホームページに載ってますので。ふーん、まあ、あの基礎だけ徹底したいいチームでしたね。いえ、実は基礎練はやってないんです。彼らは野球初心者も同然、まずは野球の楽しさを知ってもらおうと。だから打撃に関しては飛ばすことしかやっていません。ピッチャーに関してもフォークや縦スラなど三振を狙える球ばかり練習しています。守備に関しては体育の授業レベルです。ふーん、まあ優秀な指導者をお金で買ったんか。お金はあるけどね。あ、そういう人がこうか。いえ、私はボランティアコーチとしてここに就任しました。ただただ野球が好きで、今でもよそに戦略やトレーニングなどを勉強しに行ってます。ふーん、あ、じゃあまあ指導者としては素人か。いえ、社会人でボランティアコーチを3年ほど、毎年1回戦負けのチームを全国大会に導きました。ふーん、まあ、ということはあれか、あ、無料で搾取されてる情けない指導者いうことですね。いえ、ボランティアではあるんですが、保護者会の皆様が資金を募ってくださって、まあ、最初はお断りしたんですけど、感謝の気持ちですと伝えられまして、なので今は年収2500万円です。なるなる、あんまりや。いや、監督もおかしいでしょ。31日夜まで練習させて、僕らだって不満たまりますって。実は理由があってな、学園長からの命令やったよ。でも嘘はついてない。もし嘘やったら先生のことタコ殴りしてもらっても構わない。あ、すいません、学園長からの伝言でギリギリまで部活を頑張った顧問にはお年玉があるイベントで、で野球部が1位になったんで監督にお年玉です。すげえ、オッケー、サンキュー。で来週のアフリカ遠征の気やけど。待て、アフリカ遠征。そんなええねん、それも気になるけど、なんつったお前、何？いや、え、自転車で行った。金もらうために練習させたん俺らを。お前舐めてん。言いましたよね、タコ殴りにしていって。それ、死んでやね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 。Oh.